はい、こんにちは。今回はですね、足の裏について、お話ししてみたいと思います。ご質問でですね、担当校をするときにですね、いつも僕が足の裏をまんべんなく感じてくださいという表現をね、するんですけれども、足の裏をまんべんなくって言ってしまうと、土踏まずはどうなんだというご質問をいただいたんですね。で、こう土踏まずの部分まで、夏なんでちょっとセッターで失礼してします。土踏まずの部分まで地面にペタンとつけてそこを感じようとしたら、こう X 脚になってしまいますというようなね、ことをね、メールでご質問いただいたので、そのことについてちょっとお話ししたいと思うんですが、足の構造上、つかないですよね。扁平足の方とかね、人それぞれ足の形状は違うとは思うんですけれども、基本的にこう足首と膝と鼠径部のところの力を抜いて、だんだん力を抜けて、こう膝とかね、お尻のところ抜けないようにしっかりと、こう内もものところのラインをね、しっかり保ったまま根を張っていくと、こうかかと重心になって後ろに倒れることもなく、前のめりになって指が力みすぎることもなく、ちょうどよくね、こう柔らかいものにこう乗っているような感覚になる。ペターンとこう足の裏が張り付い地面に張り付いて、こうズドーンと根を張っていく感覚っていうのが起こるので、そのことをね、まんべんなく感じてくださいという表現をしているので、土踏まずは必ずしもその触れておかなければならないとかそういうことはないです。重心を足の裏全体の面で、足の裏全体で重心を支えてくださいということではないので、その点誤解がないようにお願いしたいと思います。はい、なので、土踏まずは触れてなくて大丈夫です。なので、靴履いてる時も一緒ですね。靴履いてる時も、靴底に足の裏が全部ついてるっていうことはないと思うので、人間の体を支えてるのはこう足の裏のもう無数の点でこうその重心の位置によって、いろんな点で支えてると思うんですけれども、担当校をしてる時に、それも静かに微妙に揺らいでると思うんですね。だけど感覚としては全体を感じている。外側に寄っていたりとか内側だけに寄っていたり、前にだけ乗っていたりかかとだけ乗っていたりっていう感覚ではなく、まんべんなく感じていますよっていうのをこうざっくりとね、表現したものなので、その点を意識しながら今後も取り組んでもらえたらいいかなと思います。はい、でちなみにですね、初心者の方に、お伝えするときには、親指の付け根、小指の付け根、かかとのあたり3点を特に意識して、ズドーンとその点をね、から根を張って地面に深く根を突き刺していきましょうというような表現をさせてもらってるんですけれども、それも必ずしもそれが正解で、それ以外の意識は違うということではなくて、まずはその偏ってしまわないようにその3点をきっちりと感じると、でその3点を基準に、まんべんなく足の裏をこうもわっとね、感じていくことによって、足裏の有線、というツボからしっかりこう、気の感覚ですね、下から地面とエネルギーの、出入りする感覚っていうのが起こってきますので、しっかりとその体が無駄な力が抜けて、その有線というツボから上がってくる感覚が起きたら、無駄な力みが取れて足の裏を感じられているかなというふうに、そういったバロメーターとしてですね、その気の感覚を味わうということをちょっと念頭に置いてもらったらいいのではないかなと思います。はい、では、足の裏についての質問への回答でした。はい、今回以上になります。ちょっと動きがなくてつまらないですが、ぜひ
試してみてください。ではまた。